いよいよ高橋大輔選手の新フリープログラム披露ということになるわけですけれども、はい、ビートルズメドレー、これどんな内容になってるんでしょうか。そうですね、今年初めてですね、ローリー・ニコルさんの振り付けで彼が滑るんですけれども、はい、やはりちょっと今までにないその間の取り方であったり 曲音の表現であったり、そういったところがちょっと新しい高橋大輔のプログラムになっていると思います、はい、そして今ちょうど演技構成出ていますけれども、冒頭に4回転ジャンプ入ってますね。そうですね、やはり世界で戦うために4回転ジャンプが絶対に必要になってきてますので、やはり4回転ジャンプ、ここは外せないところですよね。あとポイントといったらステップですかね。やはり彼の見せ場であるステップ、高評価、世界でも高評価をもらってますので、そういったところが見どころになってきます。オリンピック前哨戦ともいえる戦いになりそうですよね。そうですね、各選手、はい、今4回転決めましたね、はい、素晴らしい。さあ、高橋選手見えました。ちょっとお話聞いてみます。お、こんにちは、元気です。今日は何のプログラムを踊るんですか。今日はね、ちょっとショートプログラムをやろうかな。ショートプログラム、はい、なんか衣装が新しいとお聞きしたんですか。はい、新しいです。この衣装ではない。これじゃないです。お、じゃあ本番楽しみにしてるので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃい。やばい、